い、どうもピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。で、最近さ、みんなで空気読み3っていうのが出たんですよ。で、そのね、みんなで空気読みシリーズ、僕めちゃくちゃ好きで、まあ1と2はやってきたんですけどね、まあ3をですね、やっていこうかなと思うんですけど、やっていいかな。まあこのマリメチャンネル、いやマリメチャンネルじゃねえや、このピオキングのチャンネル、まあマリオメーカーの専門チャンネルみたいな感じですけど、やっていいかな。やるけどね。あのキノピオ、なんか前回いたような気がするんですけどね、あのリッツンっていう人、ブランコロード、ブランコってあれだよね、アームみたいなやつだよね、ガシャンガシャンって引っかかるやつ、あれ結構好きなんですよ。いや、やっぱりこれか。キノピオよろしく。多分知ってると思うんですけどね。待って、あ、待って、大丈夫、キノピオ僕を持ってっていけるの、赤タイだしね。うめうますぎ、やべえ、任せよ。いや、大丈夫、ゴールしていいよ、オッケー。いや、うますぎ、やっぱ博多は違うね。そういえばね、なんかチャンネル登録者数が1万人いったら、なんかね、ストーリーっていうのが使えるらしいんですよ、 YouTube で。みんなさ、携帯で YouTube のアプリ見たらさ、ちょっと下に行ったらなんかストーリーっていうのがあると思うんですよ。で、ショートが次にあるのかな。でもちょっと時間がかかるらしいんですよね。1ヶ月とか2ヶ月かかるらしくてね、使えるまでに。まあ僕ですね、いつかそのストーリー出していきたいと思います。で、うっと待って、これジャンプ、よし、マリー、待って、よっしゃ、お兄ちゃんやられましたね。ここで弟が叩きを取ってみせます。ここパックいるからね、マジ危ないよ。うわこれどうしようか。あれだね、マジでアイテム欲しいね。絶対来ないんでる。いや、でも僕は無視していきます。やったでかくなれました。これ賭けだね。いや、僕こういう賭けするからね、うん、結構やられちゃうことが多いんですけど、みんなあんま真似しない方がいいよ、マジでやられる。そういえばね、最近なんかね、こういうコメントもらったんですよ。結構ね、コメント多いからコメントの話多くなっちゃうんですけど、ピオキングさん上手すぎるっていうわけでもないから、なんか見てて面白いみたいな、いやそれすげえわかるみたいな、まあ、そんな感じあるよね。上手すぎたらね、なんか感心しちゃうことが多いんですよ。うめえこの人みたいな。ちょっと待ってね、結構毒沼からね、バーブルがめっちゃ出てきてるんでね、アイテム取っていこう。オッケー、多分あの3人やられるよ、きっとバブルにね、やられると思うんですよ。1人脱落したっぽい、みんな言ってるっぽいねみんな言ってんの、うめえの。あ、2人脱落したね。いや、ワンチャンあるよ、このバブルにやられたのか。オッケー、いや、ちょっと待って、そこゴールだな。これは車いらんよね、車取った方が遅いっていうこと結構多いよね。ちょっと待って、いや、車乗ります私。よっしゃ、オッケー、これで乗っていきます。マリカーだね、おっしゃ大丈夫、よし、行け、行けるジャンプ、よっしゃ、これ早くね、よっしゃ、いける、これはいけるよ。ルイージジャンプ、よし、来た来た来たはい、ちょっと待って、捨てます、大丈夫、今捨てて合ってる、これでいい、多分。ああ、いやもうちょっと加速があったらな、あそこでみんな引っかかんないかな。あ、猫あんじゃん。待って、もう一回これ乗っていこうか、乗ってって、待って、乗っていこう、乗ってって逃げます。うわ、待って、よし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 、あ、戻ってきてる、ワンチャンある、あとキノピコだけだね、キノピコ戻ってきて、よし、戻ってきてる、待って、やっぱここ無理あそこ無理だよね。で、ここではこう、よし、これはもうゴール寸前でしょ、じゃあやったぜうりゃうりゃうりゃ、なんか遅いんですよね。ちょっと見に行こうかな。待って待って、やめて待って、やめて。アイスランドホッピング、わかるよ、英語がバカな僕でもわかるよ。全然アイスランドじゃねえやん全然ちげえやん。でもめっちゃ可愛いね、雰囲気、あの木になってるね、ここ、多分ツリー的な感じ。お、キノピコが優しい、なんかキノピコって可愛いよね。このスーパーマリオブラザーズ、これ3だったっけ、この3のスキンね、超好きなんですよね、多分もしかしたら僕一番好きかもしんない。あの、めっちゃ可愛いよね、キノピコ頑張って。うわ、中間いらない感じですか、うますぎ。いや大丈夫、ここでもう一回持っていってくれる感じですか。待って、もう無視ですか、もう用なし中間攻めて取らしてよね、怖いんですよこっちは、そんなに上手くないからね、ほらね、お前かい。よし、それじゃあこれで最後にしよう、プンプンを1体倒してゴールで。ルイージ挨拶めっちゃしてくんじゃん、めっちゃ、あ、待って、あ、いや、1人だけ、僕だけ取ってね、待って、ノーアイテム、ノーアイテムきちい、ノーアイテムきついよ。これ右ね、多分右にゴールがあると思うんですよね、先にゴールチェックしよう。オッケー、ここね、ここにありました。待って、マジでノーアイテムきついね、あのプロペラとかなんか欲しいけど、僕アイテム取りに戻ります。ブーメ
ベランとプロペイラー来た。これで勝てる、多分勝てるよ。邪魔くさで、ふむ、よし来た、乗って、ここでビヨーンでしょ、でビヨーンで、ビヨーンで、ここでヒップドロップ、あぶねあ、待って、マリオのおたけびが聞こえたんだけど。名前がありません。じゃあ僕がつけようかな、あの人に。キノピコ。今度はね、クリボー17体倒してからゴールって書いてるんですよね。あの土管に入ったらクリボーが多分大量にいるんじゃない、なんか全てだったっけ。ちょっとそこんとこ見てなかったんですけど、これアイテム取っていかんで大丈夫かな。アイテム取っていこう。オッケー、多分クリボーにやられると思います、みんな。だから多分アイテム取ってった方がいいと思うんですよね。さあここでクリボー、クリボー倒そうね、みんなみんな協力しようぜ全然協力してくれねえ。大丈夫か、こんなんでゴール条件満たせるのか。よし、オッケー、で右行きます。これファイヤーボールあったらいいね。ファイヤーボールあればさ、パパパって倒せるんですけど、これ左だね、左行きます。ここ、あ、待って、やばい、これ先に越されたね。これ誰かに左任した方が良かったかな。いや、これ土管入らんでいいちょ、お、いや、ワンチャンあるよこれ。今何体ぐらい、ここで倒して、うわ、ルイージ猫取ってらっしゃる、まずいぞこれ。あ、これはもしかしたら、うわ、まだか、上行こう、上行って、うそやばいやばい、あのクリボーを倒したら多分ゴール条件満たせんかもしれん。ここ上にね、クリボーがいるんですよね。これ多分これでピオキングさんが条件を達成しました。しかしあの猫がいる、猫はまずい、マジで猫はまずい、やべえ、一回戻るわこれ、一回戻って僕猫手に入れます。でここ左戻ります猫、猫、これが戦略、戦略的撤退。はい、よし、いや、どうしよう、これ上から行こっか、多分取られそう。ちょっとこうやって行って OK で、この上から行きます僕。はい、こっから行こう、多分土管の方で待ち伏せてるでしょきっと。大丈夫、負けない、ピオキング負けません。うわ、どうしよう、こっからこう行きます、まずいこっからどうしようか、一回右に行くね、一回右に行って多分高いところからで、ね、なんかしてくると思うんですよ。うわ、みんなゴールのところ行ってる、大丈夫、これは下行こう、みんな向こう行きましたか、受けて立とう、その挑戦受けて立つで、こっからでもねゴールできるっていう。あのさんいるね、今見てくれてるかわかんないんですけど、まあ昔からですね応援してくれてる方ですね、よろしくお願いします。いや相当強いんですよ、やっぱねピンクエスプラスだけあってね、もう相当強いんですよね。じゃあ僕ここ行きます、青の土管、待ってよろしく、かわいい、マジで。あのさん、じゃあここ青の土管ね、あ、全部青の土管じゃん、今気づいたけど、上から2番目の青の土管ね。うわ、勝ちたいな、誰だったっけ、キノピオね、私キノピオですね。はい、うーわ、あ、ちょいや今日調子悪いね、今日調子悪い日、これ飛ばしていいあのさんに申し訳ねえけど飛ばしていい、いやまだわからん、大丈夫、まだ勝てるよ。これゴールできんくね、あのさん、あのパウできなかったんだね、で今下に戻れないみたいな。いやいいよ、ゴールして、ゴールしていいよ、大丈夫、私この状態でもゴールしますから、行って行ってくれ、いや大丈夫、あれほらね、いいから、さあここで行こう。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。